系参謀仏法僧に帰依し奉った功徳はついに普及である。その帰依参謀とはまさに清らかな心を専念して、あるいは如来がいらっしゃる世の中であれ、あるいは如来の滅後であれ、合掌し頭を下げて口に唱えていわく、我無垢根人より仏心に至るまで仏に帰依し奉る、法に帰依し奉る、僧に帰依し奉ると唱えるのだ。帰依仏量即尊、帰依法理欲尊、帰依僧中集中尊と唱え奉るのだ。帰依仏教というのは仏に帰依して、終わるということですから、仏に帰依して変わりません、法に帰依して変わりません、僧に帰依して変わりませんと唱え奉るのだ。はるかに仏家菩提を志して格のごとく、そうなというのは誓いのことですね、誓願の心を起こすのだ。誓あればすなわち信心、今も刹那刹那に消滅といえども、自分の身も心も75分の1秒、0.013秒の速さで生まれたり死んだり、生まれたり死んだりを繰り返していても、発心そのものは必ず長く続いて菩提を成就するのだ。いわゆる帰依するというのは、帰は祈祷することだ、会は会仏することだ。この家に2つ合わせて帰依という。祈祷の僧は例えば子が父に帰るようなものだ。えぶくは例えば神が王に頼るようなものだ。いわゆる救われていく世界を言う言葉なのだ。仏はこれ大事なるがゆえに、仏は大いなる師であるから帰依する、法は良き薬であるから帰依する、僧は醤油なるがゆえに優れた友であるから帰依する。お釈迦様の弟子に阿難という人がいて、阿難がある時お釈迦様に、良き友に出会うということはこの道の半ばに当たると思われるがいかがであろうかと言って聞いたそうです。そしたらお釈迦様は、阿難よ、そう言うべきではない、良き友を持つことはこの道の全てであると言われた。いい友達持たなくちゃいけないんですよね。その良き友というのは自分の命を預けてしまうような友達のことですね。ちょっと勉強を教えてもらうとか、ちょっと飲みに行くとか、そういうのは、善友とは言わないんですよ。僧は優れた友であるがゆえに帰依すと、何がゆえにこの参謀に帰依帰するやん、答う、この三種必教起所、ついのよりどころということですね。ついのよりどころを持ってよく修行をして、生寺を離れて大菩提を生せしめるがゆえに帰するのだ。この三種は尽きるところ、詰まるところ、必教不可思議功徳だ。面白いね、不可思議だ、説明しようがない。その次は道元禅師の言葉としてはやや上長、多分添削なさるときは削られそうな文章なので勝手に削らせてもらいますね。真ん中辺、十字三宝行蔵灯明仏法。十字三宝というのは仏像や塔や廟としての宝、王子主軸お経のことですね。お経に伝えられている方の宝、剃髪前面、髪を剃り染めた衣を身につけ、解放自相、解放の整った僧法のことを言う。毀儀三宝というのは修行を強化する姿
方としての参謀で、高麦世尊仏法、諸天亡林、教えを伝えていくのをなぜ天というか、それはやはり私が先ほど言ったように、仏様から人間までまっすぐにつながって揺れ動いているもの、その世界を教えるからこそ天亡林というんでしょうか。ルフ商業、商業、ルフせられた商業としての方法、アニャ狂人女等の五人の僧帽、アニャ狂人女、お釈迦様が最初に出家なさいましたときに、お釈迦様のお父さんの王様が、五人の家来をお釈迦様につけてやりまして、で、この人たちも頭を剃ってビクになりましたので、五ビクと言いますが、その一番年長の人が、アニャ狂人女という人です。この人の名前は、言語で読みますと、アニャ・コンダニアという名前です。で、この人は、お釈迦様の教えを聞きましたとき、一番最初に人相が変わってしまいました。で、その時にお釈迦様が、アニャーシー・コンダニアと言われたんですね。コンダニアよ、お前は分かったな。アニャーシー。ニャーという言葉は、パンニャー、これはハンニャーですね。知恵、知る、そういうあの 語源ですので、アニャーシシっていうのは、二人称ですから、お前分かったな、アニャーシコンダニャよ、お前分かったなって言われたので、彼の名前はそれ以後アニャーコンダニャっていう名前になります。いい名前ですね。ね、あとはあまり大したことはないですね。ちょっと飛ばしますよね。おしまいから2行目。法華経に曰く、この諸々の罪の主情は悪業の因縁をもって麻生技巧をするれども、参謀の皆を聞かず。聖書在衆上いい悪業因縁か麻生技巧風門参謀名、法華宗や日蓮宗では必ず読むお経です。この諸々の罪を負った主情は悪業の因縁というもので、長い時間を経過しても参謀の名前を聞かないと書いてある。法華経は諸仏如来一大事因縁なりと、これは法華経の法弁本の中に、仏は一大事因縁の家にこの世に現れたもうということが書いてあるんですよね。その一大事因縁というのは、修行をして仏知見を開かせ、触れさせ、悟らせ、仏知見道に入らせる、これが仏の一大事因縁と言われているんですよ。まあこの言葉はもうすごい有名になっちゃって、一大事因縁といえばもうこれは仏様がこの世に出られた因縁のことだけを指すんですね。で、そんなことを書いたお経は他にはないって、本当にないんですよね。仏様は何のためにこの世に出られたかって、それは修行の迷いを開くためにとか、そういうことを言ったお経はあるんですけども、法華経みたいにね、仏知見道を開かせ、示させ、悟らせ、仏知見の道に入らせるというような言い方をしたお経はないんです。だからもうこの文章の中にね、法華経というものの性格がよく表れている。こうゆっくりゆっくり説明して、どうですか、分かりましたか、分かりましたかという、こう順番に行くんじゃないんだよね、この法華経というのは。こうパッとこう開いちゃうんですよね。人間は自分 の因縁というものに縛られていますから、自分の因縁に従ってしかものを見ることができない。例えば日本人はお天道様が上がってくると手を合わせてこう拝んだりするんですよね。
太陽のことをお天道さんっていう。ところがアフリカの砂漠にいる土人にとっては太陽っていうのは秋みたいなもんで、太陽が上がってる間はもう暑くて暑くてどうしようもないわけでしょ。だから森本哲郎というあの旅行家がね、あの人が、サハラの砂漠へいつも行くんですって。でいつか僕が広島で森本哲郎と2人で講演した時に、いや秋野先生明日からあのまたサハラ行きますので、っていうか、あなた毎年サハラ行くけど何時に行くのよって言ったら、それは私にもわからないって言うんですよ。それで、とにかくサハラ行って、で砂漠へあの寝袋の中入って寝るのが好きなんですって。どこで寝ても同じようなもんだと思うけどね、どうしても行きたいんですって。じゃあそれほど砂漠が好きだったら、ちょうど広島ですからね、おいしいお刺身が出たんですよ。だったら刺身なんぞ食わんでもよさそうなもんだけども、森本哲郎はもう明日から刺身は食えんから、山先生その刺身食いませんかって言うからね、いや僕も食べたかったけども、明日アフリカ行って死ぬかもしれないから、あじゃあいいよ僕のあのお刺身食べてもって、何にしろすっごい量だからね。そうですか、もう悪いですねっていうところ、僕の刺身みんな食っちゃった。そして行ったんですけどね、で砂漠で寝ているとあのサソリが上へ張ってきまして、サラ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 と音がするときはあの上へ張ってきます。で寝袋から顔を出してますから、顔のところだけ手拭いされてるんです。その上を張ってきます。でそれでちょっと手出しすると刺されて死ぬんだそうですよ。で砂漠知らない人は必ず岩の陰へ行くんですよね。人間ってバカなもんで、その岩の陰へ行くと必ずそこにはサソリとヘビがいる。で刺されて殺されるんだそうですよ。だから私はあんなとこ行かないんだって、砂漠の真ん中に、寝袋をやってこう寝て、こう寝るんでかけて、何楽しいのかね。で、それはね、ジープに乗って走っていたらあの日没があってね、ものすごい綺麗な太陽が沈んでいく姿を見て、ちょっとあのしょんべんさせてくれって、それからあのジープから離れてね、で太陽が沈んで夕日がもう なくなるまで見てた。それで戻ってきたらそのジープの運転手がどこ行ってた。でもうまさかしょんべんしてたとは言えない、20分もしょんべんする場がないんだから、それでいや実は太陽の沈むのが綺麗だから眺めていた。なんで綺麗かって、なんでって言われたって分かんないよね、綺麗だから綺麗って言ったら、なんであんなものがいいのかって、我々は太陽が上へ上がるからこんなに苦しんでるんで、あんな憎たらしいものはない。へえ、こう人間というものはもう生まれつきね、そういうの決まっちゃってるんだね。だからそういうものに左右されるからさ、日没なんか見ても別になんとも思わない。太陽が昇るのを見りゃまた暑くなるとしか思わない。しかし日本人は太陽が上がってくるとね、いやいいなと思って拝むじゃないですかね。それで沈んでいくともう名残惜しいなと思うじゃないですか。でこういうものが人間のその因縁の中にあるから、だからね、だから今その夕焼けという例を取っただけですが、それぞれの因縁があって世界を見る目が決まってしまっていると、それじゃあね悟りは開けない。だから先入観とかそういうものに左右されないで、目がまずパッと開くの、それを開という、目が開かなきゃダメだ。目が開いたら物が見える、物が見えたらそれを示す、デーシャナ見せる、人に分かるように説明ができるはず。説明ができなかったら分かったとは言えない。そうすると五立身弁に我れって書いてありますから、自分というものがよくわかる。これが悟り。だから介護、介護修理障子障大菩提唱える、どこの修話でも唱えるはずですよ。それはこの介とそれから五悟りです。介があって五がで、自分も世界もよく分かった後で、今度はこの布袋さんみたいに手ブランブランさせてバカみたいな顔して街の中を歩く、これが最後の仏師剣道という。
だから偉そうな顔してるのはそこまでいかないんですね。そういう人は字の辺でうろうろしてるわけ。字でうろうろしてる人ってのは本当にいっぱいいるね。いろんなこと知ってていろんなこと言うんだけどさ、へえーというだけだよね。よく知ってますねって。それだけじゃダメさ。自分がわからないんだもんね。自分が分かったのダメよね。もっとこう風のようにならなくて、そこにいてもちっとも気にならないようでなくてね。いい人ってのは本当に気にならないね。風が吹いてるみたいで。そういうことを教えてくれたのが法華経だから、諸仏如来一大寺因縁なり大師釈尊諸説の諸経の中には、法華経これ大王なり大師なり余興余法は皆これ法華経の親民なり、まあ道元様入れ込んでいらっしゃいますね、眷属なり法華経中の諸説これ誠なり余興中の諸説皆法弁を大せり仏の本意にあらず、余興中の説をきたして法華経に寄稿し立てますが、他のお経の中に書いてあることを法華経に比較するのはこれ逆なるべし。法華の功徳力をこうぶらざれば余興あるべからず。余興皆法華に祈祷し立てますらんことを待つなり、この法華経の中に今の説増します。知るべし三宝の功徳まさに最尊なり、これが言いたかったんですね。だから仏法僧の参謀に帰依し立てまつれと道元さんは声を大にして言うわけです。さて731ページの増一阿言経に曰く通り天使御水草原して、はは、天人御水って三島由紀夫が北条の海という全4巻の長編小説を書いたのはご存知だと思いますが、その第4巻目が天人御水という章ですね。この中に三島由紀夫が書いてますから、それ読んだ方が早いね。そもそも御水とは天人明獣の時に現れる御種の水槽を言い、出典によって多少の移動がある。すなわち増一阿言経第24には33点に1点子あり、信行に5つの死の髄王あり、遺憾が5となす、1に毛冠自らしぼみ、おのずからしぼみか、花の冠をこうかぶっている花がしぼむ、2番目は衣装が赤がついて臭くなる、これ皆さんにもありそうね。3番目に脇の下から汗が出る。これもありそうね。4番目、本意を楽しまず、その自分が座っているところを楽しむことができなくなる。社長がだんだん嫌になってくる。これもありそうね。社長にはなったものの嫌だな、なんて言うと、もうこれは死ぬのが近い。5に、王女違反す。自分の息子や娘が謀反を起こす。仏本行実況第5には、千寿万寿終わるには自然にして御水の草原ずることあり、何だおかごとなす、頭上の花しぼみ、これ同じ、液化汗いで同じ、衣装工事し、これも同じ、心意向を失い、体から光がなくなる。五に本座を楽しむ。ほぼ皆同じですね。マカマヤ教人曰く、頭上の花しぼみ、2に液化より汗いで、3に、長中の光滅し、4に両目しばしば瞬き。瞬きするようになる。うまいこと言うね。あれ、ちょっとノイローゼになってくると目パチ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 やるでしょ。皆さんの知ってる人でいるんですよ。話してる最中もよくこうやってパチパチパチやってるというのは天人御水の一つなんですね。これ天人じゃないんだから。なんていうか人間御水の一つかな。なんかこれすごい面白いね。本座を楽しまずって、せっかく社長になったり、せっかく部長になったのに、せっかく支店長になったのに、嫌だ嫌だっていうのはこれは御水なんだよね。で、こういう姿を表すようになると天人は間もなく死んじまうというんです。
で、御水の層を表して死ぬとイノシシの中に生ずと、これまた変わってるね。まさに貯中に生ずべし、これが分かってるもんだから、周囲の声、情けない悲しいという声が天帝に聞こえる。天帝これを聞き寛大して告げて曰く、呼び出してその天人を呼び出して告げて曰く、何時参謀に帰すべし、即時に教えのごとくすれば、すなわち諸と生まれることを免るべし。お前すぐに南無経仏、南無経法、南無経僧と唱え立てまつれ、そして教えのごとくすれば、イノシシに生まれることは助かるぞ。これ豚と言った方がいいわね。仏経を説いて曰く、諸う、仏に帰すれば三楽道に落ちず、労を尽くして人間に処し、すなわち涅槃に至る。三期を受け終わって長者の家に生まれて、また出家することを得て無学を成就。無学というのはいつか申しました、仏教では学というのはまだ学ぶべきことがたくさんあるやつでダメなやつですね。無学というのはもう学ぶものがないから、これが最高。おおよそ消え参謀の功徳、はかりはかるべきにあらず、無量無変なり。余談ですけども、三島由紀夫という人はもう大変面白い人ですね。まあ最後あんな死に方したので、皆さんは三島由紀夫という人に対してある一種の偏見を持たれるかもしれませんけども、文学者としては彼はものすごい勉強家ですね。仏教のこともよく知っていますし、特にこの北条の海四巻は、由意識というものをすごく勉強してますね。で、彼がここで言いたかったのは輪廻転生ということなんですよ。ですからこの北条の海の第一巻では、松ヶ江清明という貴族の、非常にハンサムな息子が出てきまして、でそれが皇族のお嫁さんになるはずの、女の人好きになっちゃって、で関係しちゃうんですね。そのおかげで、その人はもう無理やり月秋寺というお寺へ入れられて尼さんにされるんです。月秋寺というのは実際に天理のすぐ近くにある、尼さんのお寺で、皇族やその奥家さんのお嬢さんが尼さんになるお寺です。でその次2巻目に飯沼勲という男になって変身し、3番目神社という月月光のお姫様という名前に転生して、この巻では安永通という少年になって出てくるんですけども、その一切を見届けている本田という男がいまして、でこの男が安永というこの船の信号を見る男のお腹の横っちょのところにほくろが3つあるのを見つけて、それがその一番最初に出てくる松ヶ江清明の生まれ変わりであるということを見破って、そして自分の養子にしようとするんですけども、この男によって、本田の家は滅びるし、彼自身も死んでしまう。で輪廻転生がここでおしまいになるというすごい小説ですね。その最後のところに本田が月秋寺を訪れて、もう60年前に出家したその尼さんに、自分の親友だった松ヶ江清明のところを聞くところがあるんですけども、これはすごいですね。いいえ本田さん、私は俗世で受けた恩内は何一つ忘れはしません。しかし松ヶ江清明さんというお方はお名前を聞いたこともありません。そんなお方はもともと荒らしゃらなかったのと違いますか。何やら本田さんがあるように思うて荒らしゃって、実は初めからどこにもおられなんだということではありませんか。お話をこうして伺っていますとな、どうもそのように思われてなりません。すごいね。自分が出家の因縁になったその恋人の美青年のことを、彼女は初めから荒らしゃらなかったって言うんです。
まあ考えようによっては、それは皆さんの人生だってね、皆さんだってお墓の下へ持っていきたい秘密があるかもしれないよね。まあないかもしれないけど、ないとすれば寂しいことだけどね。それでその人のことは忘れませんでしょう。で人に聞かれても、さあそんなことありましたかというぐらいでおしまいだけど、でもいよいよ自分がお墓の下へ入るときはそれだけは持っていこうと思って死ぬでしょ。それをこの阿満さんは初めからあらしゃらなんだってこういう。だから、人間がこれだけはこの世にきちんとあったと思うことも実を言えばなかったのかもしれませんよってこういう。もし皆さんが何十年もねこの世に生きてきていろんなことがあって、その一人一人のことを、まあ、はっきり覚えていらっしゃるとして、で実は昔こういう人がおってね、あなたも知っての通りって言ったら、その人が知ってね、そんな人の名前知りまへんなって、知りまへんって言って、あなただって知ってるはずでしょって、いや知りまへんななんて言われる、あんまり言われるとね、本当にだんだんいなかったんじゃないかなと思ったりはしないよね。そうはいかねえよね。まあどうせこの阿満さんはその知らんぷりしてるわけですけど、しかし知らんぷりしてることは明らかだけれども、よくよく考えればなかったのと同じではありませんかっていうことだよね。あの由意識とか人間の死とかね、こういうことについてこういう解釈をする人はなかなかいないんです。いないけど、三島由紀夫が言う通りかもしれませんよね。親鸞聖人は鴨川へ自分の亡骸投げ入れて魚の餌食にせよって言われた。なんか昔の偉いお坊様っていうのは、この有意識でいう世界、人間が意識すればあるが意識なくなれば存在はないという、そういう考え方をちゃんともね掴んでいらっしゃったみたいですね。まあそうなると皆さんも生きているうちが花だから、まあせいぜい頑張ってくださいね。で頑張ったって忘れられるんだから、これはダメだと思ったらまあ頑張らないんだね。二つに分かれちゃうでしょ、人間ってね。風のように生きていくやつと、それからしがみついてでも名声を維持したいっていう人に分かれるよね。まあ皆さんはちょうど半々ぐらいか、風の方へやや傾いてると思うけども、それいいか悪いか分かりませんよ。いい悪いということもないんだからね。寂しい話でございますね。一つだけはっきりしてるのは、喜恵参謀ということは忘れんなっていうことよね。仏様に帰依する、法に帰依する、僧に帰依する、仏法というのがもうちょっとよくわからなかったらいいじゃないですか。自分のそばで生きてるものをもっと大事になさってね。で、その人だけは絶対忘れないよ。子供にまで忘れられたらおしまいだもんね。でも子供が覚えていてくれるという保証はどこにもないね。なんか お盆とはいえ不景気な話でございますね。でも不景気なのがもともとだからね。頼りない身に頼りができて、できた頼りが頼りないって言うじゃない。あれはうまい子だと思うね。僕は中学生の時聞いたんですよね。でも面白い、面白いね。変みたいだけど、人間が生きてるということは大変面白いと思う。自分が人間の目で見て面白いと言うんじゃない。このもっとでっかい目で見て面白い。面白いどころかね。それこそ面白いのど真ん中にいるわけだ。本当に面白いよ。じゃあおしまいしましょう。どうもありがとうございました。